こんばんはです。こんばんは、こんばんは。ちょうど晩ご飯食べ終わったところでした。ミキはまだ食べてないですちなみにミキはまだ食べてないので、ショールームが終わったら食べます。ちなみに今は全くお腹は空いてないですけど、ショールームしたら大体お腹が空くので、終わる頃にはお腹空いてるかなって思ってる。みんなは夜ご飯食べましたか？いた何を食べましたか？みんな夜ご飯ね、しれーっと毎日配信続いてるしれーっと明日はやるかな、わかんないわかんないです。前髪が伸びてきましたが、これぐらいの長さになってくると前髪を分けるか分けないかで悩む時期が始まる。今はまだ分ける時期じゃなさそう今日はね、ずっと帽子をかぶってたからね、前髪がぺったんこなんだよね。あ、ここで分けたらいいか。あと昨日のあの熱、あのその熱じゃなくて日差しの方の熱でだいぶ目がやられてるっぽくて、今日もずっと涙うるうるって感じ。相当日に弱いみたいです、伊藤さんは。で、日焼けっていうよりかは目の日焼けがすごくて、今もうずっとしょぼしょぼしてる。なんかね、3秒ぐらい目つぶったら涙出てくるぐらい目やられた。みんな大丈夫？日焼け系。伊藤さんは体の影響はないんですけど、体か目も皮膚系のトラブルはないけど、全く日焼けに対してはミキ本当に皮膚強いから、赤くなることとかもないんだけど、目だけが本当に弱くて、日に対して。だから目はやられちゃったよね。ちょっとめっちゃ目痛い。まだヒリヒリ、なんか目がヒリヒリしてる感じする。あら、まさかの時間でした。ちなみに8時ぐらいまで配信しようかなと思ってるけど、ちょっとまだわかんない。8時ぐらいまでやろうかなと思って。ショールームウィークね、しれーと続いてるんだよね。あんま、そう、ショールームウィークだと思ってやってないんだけどそんな感じの時間が続いてます。はい、月刊バスケットボールもうすぐ発売です。あと10日かな、あとちょっと。出来上がりが楽しみです。見てて飽きない糸向きだって嬉しい。ありがとうねありがとう、ずっと見ててね。晩ご飯の買い物中、自分で買い物するの偉い。一人暮らししてるの？もうスーパー久しく行ってないな。コンビニぐらいコンビニが限界かな、ミキのお買い物。お、おししか買った。本日も届きました、ありがとう。大好きなギフト。前髪は伸びてきたけど切る予定はないです。切ったとしても5月のツーショット撮影会に向けて切りたいので、今んとこその日が一番可愛く入りたいなと思ってるからそう、予定的に見るとね、ざーっと見たら、こうやってカレンダー見た時にどこの日が一番可愛く入りたいかなと思ったら、通称と撮影会の日だったので、その日の数日前に美容院行って髪の毛揃えに行けたらいいなと思ってるから、みんなに会うために可愛くしてくるから待っててね。から可愛くなったミキにみんなたくさん会いに来てね。待ってるよ。まだ受付中ですので、5月6月分、まあでも5月かな一旦。ツーショット撮影会、今回のシングル初めてかな、ツーショット撮影会は。
みんな待ってます。5月のツーショット撮影会、美容院に行って可愛くなったみきちゃんに会いに来てください。それで思い出した、今ねショールーム始める前にずっとリールを編集してたんよ。けど何分も何分も戦ってできなかったので諦めてショールームに来ました。そう、本当は19時前にリールを投稿して19時にショールームを始めて、でショールーム中にリール投稿したよみんな見てねっていうのが理想だったんだけど、なんかそのカバーの編集っていうところがあって、なんかその表紙みたいなところをどれにしたいかみたいな、あれがなんかバグってて、なんか触れないの、動かなくて。そう、そうするとそのカバーがミキの後ろ姿になっちゃうから、後ろ姿は嫌じゃん。せっかくだったらちょっと顔をさ、その表面上にっていうのにしたいから、どうしても諦められなくて結構何十分も戦ったんだけど、ちょっと Wi-Fi 切ったりとか一回アプリ消してとかやったんだけど、ちょっと気に食わんかったから、やっぱ自分の中の納得いった最高傑作を出しちゃいからちょっと諦めて、もういいやって一回ショールームやって母さんもと思って、ショールームしてる間にちょっとそのバグりが治ってくれてたら嬉しいので、そのカバーが治り次第投稿されますいやー本当にお願い、バグり治っててほしい。治ってたら投稿するお昼は何食べに行ったの？なんかねヘルシー系プレート系、ヘルシー系プレート系食べました。久しぶりにそういうの食べたからめっちゃ美味しくて、美味しかった、また絶対行く。餃子食べてます、だっていいな、味噌カツいいね、みんながっつり食べてんね。トルコライス、トルコライスってどういうのだ、今ガパオライスしか出てこない。肉団子いいな、肉団子スープとか食べたいかも。そう、お顔の日焼けは全然してなかったです。やはりメイクをしてたっていうのもあって、やっぱ最近のメイク用品には日焼け止め効果も入ってるので、それのおかげで日焼けはしなかったんですけど、おそらくおそらくしてないんですけど、目は、あー顔は本当に目だけがその分めっちゃヒリヒリしてる。いつになるか分かりませんが握手会っていうかお話ししたいです、マラソンのことで。え、おいでおいで、今ちょうどお話せる話せる期間がいっぱい続いてるので、5月もあるし6月もあるので、ぜひ受付中なので、話はあったかいうちにたくさんしましょう。ぜひ伊藤美希さんのツイッターの方から URL がたくさん貼ってあるので、ちょっと遡ってもらうかもしれないけど、お待ちしてます。これめっちゃ長い、この髪の毛。これさ、みんなこの髪の毛知ってる？本家、この髪の毛の本家、これ実は前髪なんだよ。すごくない？前髪を見てこんなに伸ばしたの、すごいでしょ。ミキもちょっとびっくりしてる今こんな伸びたんだ、すごいでしょ。このこれ、こことは違うじゃん、これ前髪なんだ。実はこっちにもある、元は前髪だったの、元祖前髪。あ、出てきたこれフリフリすると出てくるんだけど、これま元祖前髪、フリフリって。これ元祖前髪の子たちだよ。じゃん、今触覚となっていますが、いつかはこの後ろ髪ぐらいになるけど、もうずっとね前髪をねこう伸ばしてて、ここなんか前髪の量を薄くするためにこの後ろ髪と同化させようってことで、あ、もうちょっとある、もうちょっとあるかな、あ、ないか。あー、出てきた出てきた、2束ぐらいにならんかった今。あ、
あ、違うわ、思ったより長かった。こんだけか。なんか左の方が少ないぞ。これはなぜだ左の方が少ない、全然。で右の方が多い。で右こんなにあるのにさ、なんでこんな差があるんだ。左こんだけしかない、わかる、この差。左こんな細いのにいや、こんなある、なんでなんで。なんか今度この触覚使ってヘアアレンジしてもらいたいな、メイクさんに。ね、右の方が圧倒的太くない？右の方が前髪多い、もしかして。あ、でもちょっと待って、余分に撮ってる子いるわ。これ、これ違う、違います、体質、体質ねえがってなったら、あー、いや、いや、どうだろう。あ、でも同じぐらいになったわ。ちょっと長い髪の毛も一緒に存在しちゃってた。え、今度この触覚さんを使ってなんかヘアアレンジお願いしたいな。これ前髪だったんだよ、すごい長いでしょ。今度これ使ってヘアアレンジお願いしよう、楽しみにしててね。すごいイメージ変わるね、この触覚あるだけで。どうイメージ変わる？目が痛い。わあ、日焼けしてる人たくさんだ。やっぱそうだよね、あんだけね外にいたらね日焼けするよね。お、木曜のケイツ公演お邪魔します、待ってます。ぜひ伊藤美希さんは紫ペンライト1本なのでフリフリしちゃってください。今日愛媛に帰ってきたんだけど半袖寒かった。愛媛はまだそんな暖かくないってこと。今日はね、名古屋はなかなか暖かいですよ。愛媛はみかんだよね。わ、いいな。晩ご飯は辛めの麻婆。みき、この前麻婆食べたな。あ、お昼ご飯だ。お昼ご飯に麻婆食べた。公演前に。この前の公演前は麻婆豆腐を食べました。セブンで買った。美味しかった。ツーショット買いに照準合わせるために髪切るの我慢して、え、かわいいそれはかわいい、愛おしいね。店に来てね。写真ホルダーが昨日のミキちゃんの写真であふれ返ってます。いいじゃん、いいじゃん、いいよ。いや、みんなもねツーショット前に髪の毛切るなんてかわいすぎる、楽しみだ。ミキもちゃんと髪の毛をきれいに整えてからみんなに会いに行くよ今日青いネクタイしていったらダメダメだって配信見て元気出てきたやっぱ紫しか勝たんってことだね。それは紫を身にまとえば幸福チャージ。夕飯はカレー食べようと、いいな。ミクルのオリエンタルカレーだっけ、もらってから200個ともまだ家にあるからいつか食べたいけどなかなか食べる機会がなくって、いつ食べようかな。中辛って書いてあっておいいじゃんと思った。中辛楽しみ。辛いかな、え、食べた、みんなオリエンタル、オリエンタルカレー辛かった、中辛って書いてあったけど。お、イエーイ、8日連続配信中になってる、嬉しい。長崎のご当地グルメなんだって、トルコアイス。へえ、トルコライス長崎なんだ。台湾ラーメンと一緒か。台湾ラーメンが愛知のようにトルコライス長崎みたいな、そういう感じ。トルコライスはナポリタンとドライカレーと豚骨が一つのプレートに乗ってるやつ。豪華、めっちゃ豪華じゃん、びっくり。ナポリタン、ドライカレー、とんかつ、すっごい、結構
ヘビーさんだね一日それで持ちそうなぐらい、大きさにもよるかもだけど、結構がっつりどっしりって感じで、美味しそう。今日は久しぶりに世界の山ちゃん飲んできた。いいな、山ちゃんいいな、久しく行ってないな。あの味の濃さが最強。もう本当にやっぱ名古屋人だからか分かんないけど、味濃いのしょっぱいの大好きだから。いやいいな、手羽先食べたいな。山ちゃん行って手羽先食べたい。いいないいな、行きたいな、久しく行ってない。え、明日はあったかいの？昨日今日とあったかいけど、なんか姫カットの細いバージョンみたいになってるね。確かに。でも姫カットはもっとね、バシッバシッバシッって感じ。これはもうなんかおひ、なんか何カットこれ、なんかスルメイカカットみたいな感じスルメイカみたいな、スッてしてるからスルメイカカット。5月の幕張は25しか行けないから行くの迷ってる。え、迷うことなんてある？25日しかじゃないよ、1日だけでも十分だよ。十分ではないけど、会えると会えないとじゃだいぶ違うよ。ミキがその素敵な優雅な1日にしてあげれる自信があるので、来るしか来るしか来るしか。5月のツーショットの締め切りは5月1日のお昼までだって。みんな5月のツーショットは5月のお昼までだって。うん、5月1日のお昼までだって。もうすぐだ、あとちょっとだよ。みんな応募し忘れてない？大丈夫？5月1日なんてもうすぐ来ちゃうよ。っていうことはもうゴールデンウィークも目の前ってことね。でも麻婆豆腐ね、セブンのやつね、最初はちょっと辛いかもって思ったけど、途中からはもう全然大丈夫だった。気持ち辛いなって思ったら辛いし、辛くないって思ったら辛くないぐらいの度合い。美味しく食べれるよ全然。めっちゃ美味しかった、おすすめ。みんなに昨日撮った写真をパソコンに取り込んだんだけど3000枚しかかかりました。わお、いっぱい撮ってくれたんだね、ありがとね。素敵な写真ありがとう、たくさん。いや、わかる、程よい辛さだったよね、セブンの麻婆豆腐ね。そのめっちゃ辛いってわけじゃないよね。辛さ感じるなみたいな感じ。辛さのことを思えば辛いって思えるって感じで、あの忘れようと思えば忘れる感じ食べたらわかるよ。今日ねメニューにガパオライスだったかな、ガパオライスだったかな、あれはあって、それも悩んだんだけど結局ハンバーグプレートにした。なぜかというと、そこにはなんか何食限定みたいな文字があったので限定という言葉に伊藤さんは弱いので、それにつられそちらの限定と書かれていたハンバーグのプレートを食べました。美味しかったね。手羽先食べたくなってきたよね、わかる。みきもみもめっちゃ手羽先食べたくなってる。明日の名古屋は20度予想。20度ってどうだろう、最高が20度、平均が20度、最低が20度質問締め。それによってだいぶ変わってくる。
5月25日ルカさんのお誕生日、生誕祭やれるの嬉しい。まあ最後って思うと悲しいけど、でも出れるのだけで嬉しい。おっと、明日は21度ぐらいだけど夜遅くになると雨降る予報。最近雨多くない？季節の変わり目って、今って季節の変わり目そもそももう終わった季節の変わり目の時期、季節の変わり目ってなんか雨多いんかな。本当に最近雨多い。なんか雨のこと忘れたら雨がやってくる感じ、わかるなんか雨、最近雨だねみたいに喋ってて、あでもやんだねみたいな、晴れじゃんと思ったらなんか雨来る感じ、なんか雨が忘れさせないよってやってきてる感じがすごいする。傷つけば4月も折り返し、桜も散るわけですね。もう桜見てないな、もう桜見てないかも、あれ早い折り返しだって、4月ももう本当だね。てか時計なんか色薄いけど、これ電池切れる感じ、なんか時計の色の文字が薄いんですけど、これって電池が切れるってことですかなんかこの子も日にやられたのか電池が切れるのかどっちか分かんないけど、時計の文字がもう消えそうです。これはもう電池が切れるんでしょうか、切れるんだよね多分。今地味に何分かあんま見えない、37分か。これいつから使ってるこの時計、結構長いよね。よく頑張ったこの時計もまあ電池があれば戻るんだと思うけど、よく頑張ったよ、頑張った頑張った。5月1日はゴールデンウィーク真っ只中、ゴールデンウィークは5月から5月7ぐらいまで、いつまでのことを言うんだ。ゴールデンウィークは、ゴールデンウィークってさ、これミキなんかこの前も話した気がするな、ゴールデンウィークってさ毎年違うの、何日か、それとも毎年一緒。ウィークだからさ、なんかここの1週間って決まってんのか、それとももう毎年同じように何日から何日までって決まってんのか、どっちなんだろう。麻婆麺って何、麻婆麺、あ給食で食べたことあるかも、もしかしたら。川崎のニュータンタン麺食べたことない、初めて聞いた。川崎って聞くとなんかバスケ思い出すのミキだけ最高気温、最高気温がだいたい20度前後、あ、あったかいんじゃない、あったかそうだけどどうだろう、そんなことない、なんか20っていう数字を見るともうあったかいかなって思っちゃう。桜が満開になると雨で落ちるイメージ、すごいすごい流れよ。雨降るけど木曜日公園行くときは晴れ、おいいね、公園来るときはやっぱみんな晴れがいいよね、荷物増えちゃうしね、じめっとするし、やっぱねじめっとすると公園中も汗かく量変わってくるんだよね。夏の暑い日の雨の日はもうじどじどよじどじど、暑い暑い、なんかね暑いって感じじゃなくてなんか暑みたいな、なんかじど暑って感じで、晴れの日じゃ暑い日雨の日は一番なんかあんまりよろしくない汗が出てる感じする、なんか嫌な感じの汗って感じ。なたね梅雨、なたね梅雨、なたね梅雨、何なたねってどういう種の種類。おお、なんかみんな言ってる、なたね梅雨、みんな言ってるわ。今仕事めっちゃ忙しい、でも18の K2 公演学校のモチベーションになってます。お、公演来てくれるの嬉しい、ありがとね、待ってる待ってる、そんな頑張ってる、お仕事を頑張ってる人にいいなんていうの、いいリフレッシュになるよ、頑張っちゃうね、公演楽しもうぜ一緒に。4月29日から5月6日一般的、ゴールデンウィークって4月も入っちゃうんだ、おい
曜日の並びによって長くなったり短くなったりする。やっぱしたわ、やっぱこの話したわ。ゴールデンウィークの話した覚えがある。結局理解できずに終わった気がする。去年結局ミキが毎年疑問に思うこと同じみたい伊藤さん、あの脳みそ成長してないみたいです。ってことは毎年ゴールデンウィークは変化するってことね。あ、花粉は終わったんだ。おお、それ嬉しい。ちょっと花粉症の方見てるとやっぱさ、すごいね、花粉症じゃない人もなんかしんどくなるじゃん。あのなんかすごい辛そうな姿を見て、だから嬉しい。花粉症じゃない人も嬉しい。花粉が終わると。今日と比べて明日は6度ぐらい下がる。あ、下がるとちょっと寒く感じるね。そう。そのなんか気温がついてれば。まあ、常温に感じるだろうけど、今日みたいな暑い日から急にガンって6度も下がっちゃうとちょっと寒く感じるかも。ヒートテック着てるみきちゃんは 何度になったら暑いって感じるのか。ちなみに今日もヒートテック着てます。今日も着てます。中本よりもニュータンタン派。中本も聞いたことあるけど分からんし、ニュータンタンは聞いたこともないし分からんな。なんだろう、どんな感じなんだろう。ミシアン東海はお悩み相談してズバッと解決してくれます。すっきり。お、嬉しい。またしに来て、何でも聞くしよ聞くしよ聞くよ。てかなんでこのアイコンなの、可愛いんだけど。まるちゃん好きなの。あ、エイだからってこと。これエイでしょ。あ、そういうこと質問しといて一人で解決。そういうことだな、多分。菜の花が咲く時期に雨が降り続くこと。菜の花って黄色いあのちっちゃいやつかな。4月は雨が多いんだ。じゃあ、うん、俺はツーショット会のため毎日頑張ってる。偉いぞ。一緒に楽しもうね、ツーショット会。素敵な写真撮ろう。写真っていいよね、形に絶対残るからね。消さない限り消さない限り絶対残るし、現像しちゃえばより形になるし。いいこといいこと。だって写真を見てさ、その時の会話とかもさ思い出せるわけじゃん。いいよね、写真大好き。自分もね、通称とか行ってたから。その分めっちゃ緊張するけどね、通称とか。本当にわかんない、みんなが緊張するかわかんないけど、ミキはめっちゃ緊張してた。あの並んでる方の時並んでる方の時めっちゃ緊張してた。ドキドキって。ゴールデンウィークにミキちゃんに会えるイベントとか公演あるかな。わからないんですちょっとまだ聞いてなくて、匂わせすらできないです。なのでちょっと今わかんないしか言えないので、わかんないですね。あるといいけどね。公演はさすがにあると思う。大きいイベントはミキの予想ないと思うけど、あの公演はおそらくあると思うよ、さすがに。じゃないとあの暇すぎて無理かも公演やらしてってなる。ミキティアンとリカちゃんはどっちが身長高いですか。ミキティアンです。あの多分公式の身長で見たら多分理科の方が高くなってるんだけど、あの申し訳ないですけど、あの伊藤さん身長高く見られるのがあまり好きじゃなくて、あの偽りの身長を申告してしまったので、公式上だと理科が高くなってるんですけど、あ、全然伊藤さんの方が高いです164.5 か5なんだよね、ミキ。そう、でもちょっと正確に測ってないからわかんないけど、多分165あるかな、多分。あ、でもリカよりミキの方が高いのはこれは正確な情報去年のゴールデンウィークに初めて生でミキちゃんと劇場で会ったから、もう1年か。いいね、ちゃんとそういう初めて記念日的なの覚えてるの、めっちゃ嬉しい。大事にしてこう。
何時をいつって読むの？わお何時をいつって読んじゃうんだ。難しいね。あれじゃん、英語のなんかさ、ハローをさ、こんにちはとさ、ヤッホーってなんか どういう風にでも意味いけるみたいな、そういうことだよね多分。難しいね、英語難しいけど漢字は難しいね。ゴールデンウィークよりお盆休みの方が変動激しい。今年はみきちゃんの誕生日お休み、日曜日。おえー、確かにお盆、あ、お盆みきわかんないもん、いつからか。確かにお盆の方が変動激しそう、全くイメージないから。なんかゴールデンウィークはみきの中で1から7かなみたいな、大体の予想はあるけど、お盆はねわかんないもんね。予想9から16ぐらいまでそうわかんない、どうだろう、長いか、ちょっと16は言い過ぎ。いやでも9から16までそうだな、お盆大体。今日栄でタンクトップで3人ぐらいでビビった。うわ、それは元気だ、タンクトップは元気よ。そう、4月でもヒートテック着てるよ、全然ほぼ毎日、てか9.9 割ぐらいヒートテック着てる、ここ最近。マラソンの時はさすがにヒートテック着てないけど、練習の時は着てた練習の時は着てましたね、ヒートテック。ニュータンタンメン本舗という店がありましてね、健康にいいとされてます。へえ、健康にいいんだ、行きたい、ちょっとそれは気になる。そろそろ生誕ティーのデザイン考える。そうね、気持ちもうそろそろあの資料っていうか、なんか基礎で怯えてる結構大事じゃん、ああいうの。そう、大事だからミキもちゃんと考えなきゃって思うんだけど、そうやっぱ1年の大事なイベントですから、生誕ティーもね、グッズもね。どうだろうね、でもなんとなくは決めてるよ、こういう感じのにしたいなみたいな、一つのテーマは決まってるから。そう、あとそれは自分がどれだけ絵にできるかって感じ。あ、そう、東京マラソンの服装でツーショット撮影会に2日あって、その1日は参加するので、そんな東京マラソンの伊藤美希ちゃんにの姿に会える機会はなかなかないので、レアなので、ぜひ東京マラソンコーディネーターコーディネート美希ちゃんに会いに来てください関東に蒙古タンメン中本って店があるけど、そこに北極でいいのこれ、ラーメンがやばい。あ、でも蒙古タンメン中本さんは気になってる、 YouTube でエビチューさんが食べてるのを見て気になってはいるけど、あのね、辛いのね得意ではないんだよね、好きだけどからね、行きたいっちゃ行きたいんだけど残したくないから困るよねスタミタレよじゃん、教えてくれ曇り空に、やむつもりかやまないのか、先の言葉ゴールデンウィーク行きたいので、間違えた、逆だった公園行きたいのでゴールデンウィーク頼みますね、来てほしい。いや、さすがに最低でも1回はあると思うから、どうしよう、なかったらちょっとまだ聞いてないのでわからないんですけど、おそらくあるでしょ、さすがにゼロはないと思う、嘘、165以上はないでしょ多分多分とか言って、165かな多分、最低でも、あ、最高でも、ちょっとわからないちょっとわからないけど、164.5 が多分最後なの、ミキ数字で見たのは。けどそっから伸びたんよ多分、伸びたから165ありますって言ってるけど、どうなんだろうね。5は超えてないと思うな多分、多分ね多分
の初見さんも遊びに来てくれてる、ありがとね、こんばんはです。マラソンは何キロかなぐらいが一番きつかった。でもなんかいろいろきつさが違ったかな。30まではとにかく人の混み具合、人の量でなかなか自分の思うように走れないしんどさで、30超えたらもうただただもう体がなんていうの、麻痺ってきて、思うなんか体が動かない、麻痺ってるって感じ。でも25ぐらいからもう結構しんどかったかな、普通にこれも持つかなって思い始めたのが25ぐらいから、23とかかな、23かな、ミキあの23見えた時にもうちょっとしんどいかもと思ったもん。から23ぐらいからも体力的には来てた。10キロぐらいまではありえんぐらいルンルンで走ってた自分でも引くぐらいルンルンで走ってた。めっちゃ楽しくて、そうめっちゃ余裕だったね。多分15ぐらいまでは本当に余裕で、めっちゃこのまま走れたらもうミキえげつないタイムが出るんじゃないかとか自分でめちゃめちゃなんか自分で自分をめっちゃ上げてたぐらい本当にルンルンで走ってたけど、ちゃんとしんどいの来た生誕ティーは今年はピンク色をリベンジしたいと思っている。紫はもうあれなの、紫の種類の色は全部もうこの4年間で全部使い切ったのから、同じ色はミキあんまり使いたくないなと思ってるから、ってなると紫に一番近いのがピンクかなと思ってるから、紫に近いピンクのピンクの色を選びたいと思ってる。ミキティアンワールドなかなか良かった、嬉しい。ミキも気に入ってる、ミキティアンワールド。そうマラソンをモチーフにしたいなって思ってる。昨日だけど誕生日した、お昨日だけどハッピーバーおめでとう。じゃまた祝わして、またアピールして会った時にツーショットかな、次会えるのはちゃんと。ところでなぜ紫なの、紫が好きだからシンプルに。小学校中学校いつからかな、中学ぐらいからもう紫好きかな、長いです、紫との月日は長いです。から持ち物紫多い普通に。あ、蒙古タンメンのベビースター食べてた、あれ蒙古タンメンだったんだ、確かに書いてあったかもしれって、あれ再販してくれないかな、本当に好きだったんだけど、もうストック買いしてミキが経済回すから売ってほしい、また本当に大好きあれ。しかも短かったんだよね販売期間。お、辛くないのもあるんだって蒙古タンメン、じゃあその辛くないの食べようかなあ、思った、佐渡川さんもインスタで上げてたね最近。セブンのカップ麺が再現度高いのでそこからチャレンジするのもありなかもと。一回ね蒙古タンメン食べたよコンビニで、ミクルがね食べてたか買ってたかで、じゃミクルがハマってた時期あるな多分蒙古タンメンにね。でミキも買おうと思って、あの目と手が合ってなくてこう取ったつもりがこう取ってたんよ。そしたらなんか蒙古タンメンと蒙古タンメンの中辛みたいなあったん多分で、ここの取ったはずがこう取ってるから中辛取っちゃって、でもそれは完食したんかな、ちょっと辛すぎて記憶ないんだけど、でも伊藤さんが食べ物残すと思えないから、特に事務所で食べるときにので多分完食したんよその中辛を。から本気出したら多分食べれる。あ、クマ届いてた、ありがとうクマギフト、かわいいね、ありがとね。FC 岐阜のイベントの4人並んだ写真でミキちゃん1人背が高くて好きってなった。あ、高身長好きなのね、初知りです
映像動画見てる限り走ってる姿にしんどさ一切感じなかったけどね。そうね、あんまりもうヘトヘトにしんどいみたいなのはあんまり見た目に出づらいんですけど、あの内心的にはめちゃめちゃしんどかった。そう、汗とかもあんまかかないし、なんかヘトヘトみたいな、もううわみたいな体勢にはなりづらいよ。そう、なんでかわかんないけど体に出づらくて、そのしんどさがあんま伝わらないんだけど、そうけどちゃんとしんどかったよ。お、すごいよく知ってるね。ミキ iPhone 今紫じゃなくて水色。そう、でもこれも紫続きでもよかったんだけど、なんか変えたいなと思ったから水色にした。水色も好きな色なんだ。蒙古タンメンのベビーシタは全然辛くなかった。あれは本当にお菓子だから全然大丈夫。あ、いいな。昨日の FC 岐阜で FC 岐阜ポテチ買った。あれ美味しそうと思っていいなと思って見てたけど買ってない。あれ絶対美味しい。あ、おししかかたんギフトありがとね。あ、中本のベビースター埼玉のセブンで、埼玉か。埼玉ってさ幕張？いやでも幕張行った時に見ないぞ、セブン行ってもベビースター。え、どういうやつだろう。え、ミキは食べたことあるやつ。あ、違うわ、あれはモンクターメンか。え、モンクターメンと中本って一緒ん。そう、ミレーのペンライトカラーがミキの最大級に好きな色が詰まってるやつ。色味。あれ、埼玉は千葉。え、どういうこと、どういうこと。埼玉は千葉、埼玉県と千葉県。あ、どういうこと、どういうこと。幕張は千葉。あれれれれれ、幕張は千葉か。埼玉は埼玉スーパーアリーナか。埼玉ってでも行くよね。一回行ったよね、なんか行った気がするぞ、トーク会で。埼玉、これ何分、今58分なんかな。本当に時計の色が薄すぎて、多分58分だよねこれ。 SSA 埼玉スーパーアリーナ、やっぱあったよね、東海ね。中本のベビースターミシン食べてたやつ。あ、じゃあそれ埼玉にあるってこと。埼玉にしか売ってないの。愛知にも侵略してくれないかな。埼玉スーパーアリーナミキコンサート行ってる？え、コンサート行ってる？埼玉スーパーアリーナ？握手会は覚えてる。握手会ってかトーク会、まだめっちゃコロナって感じだった気がするけど。でも喋ってたらいい感じにお腹空いてきてたから、お腹空いてきてた、お腹空いてきたからいい感じに夜ご飯が食べれそう。うん、コンサートはしたことないけど憧れはある、憧れはあるけど参加はしたことないな。コンサート、いつか埼玉スーパーアリーナ行きたい。コンサートで握手会もいいよね、行きたいよね。あれがなんか美味しいあれがあった気がする、ケータリング、なんかサブレ系のやつ忘れちゃったけど。守りたいこの映画を来ました、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとね。おいでは、じゃあおそらく多分この時計的には8時過ぎたのでドローンしたいと思います。ドローン、ドローン、ちょっと明日ショールームするかは分からないですけど。一旦おさらばということで、明日は何曜日なの、そもそも。今日月曜日、次火曜日、次目覚めたら火曜日になってるってこと。最近本当に曜日感覚なくて
明日目覚めたらショールームします。目覚めはするんだけどね、多分明日はやらない確率の方が高いかな。なのでバイバイです。なので何のバイバイって感じだけど、バイバイです、おやすみです、またね、バイビーバイビー、おやすみー、バイビー、見てくれてありがとね、おやすみー。